クニオですさあ本日は「ハロドリ」10回目ですね10回目の解説2020年の6月の8日深夜放送の回のコーナーをお届けしようということでございますまあいつも通りですけどハロドリーの場合っていうのはいわゆる現役メンバーなんていうののコーナーもあって今日は現役メンバーのところで少し深掘りといったら変ですけど軽く1エピソードを 1>, 1エピソードつけてお届けしていこうかと思っています。もうそれとあとなんていうの現役メンバー現役研修生メンバーややこしいねこれね。研修生メンバーのところも一個ずつちょっと可愛いところどんな感じなのっていうのを付け加えていく、まあ、そういう試みしてみようと思っております。ぜひ国尾チャンネルハロトリは毎週やってますんでチャンネル登録なんかしていただけますと皆さんと一緒の付き合いの距離が縮まるかななんて思って。 おお願いししておりますすよろしくですじゃあ早速いきましょう。えっ、ー、と今回は自慢のコレクションを大公開。先輩メンバーの知られざるエピソードもということで、まあ、前回の紹介しきなかったメンバーを紹介していくって感じだと思いますね。じゃあ早速いっちゃいましょう。えっ、ー、とね村越彩乃ちゃんからスタートで J ボードでバランス感覚を養うという、ね。多分あれ家の、ね、ご実家でしょうね。ご実家のお庭で。 えー、バランスを取るためにトレーニングしてる模様というような感じだったと思います。ね。あの家も含めてなんかいい子に育ってる感じがあって良かったなと思ってます。まあそういうところが可愛かったということでまずここ村越はそれでいきましょう。じゃ続いてヨフールノちゃん。で「実は私は泣くことができる」っていうね触れ込みで、えー、入りました。 で研修生になる前にミュージカルを習っていて大好きなペットとの別れをイメージして泣くということで、えー、と数十秒のインターバルの中で涙に至るまでのところを撮影されてるということで、まあ、その角度も含めて <laughs> あの物腰が可愛かったということでどうでしょうかね,ね女優の仕事も将来はやってみたい、ね、ちょっとやっぱりねメイメイを思い出すとこもあるんですけど泣き芸だと大物は 個人的な体感としてはガキさんなんじゃないかなと思ってるんでまあまあもしなんう僕がヨフ・ルノの親戚とかだったらガキリサの作品をいくつか見せていったりするとハロプロのね上の方を目指していくわけですから意外と道としては正しいのじゃないかななんていうことを思いましたねそんな感じですねじゃあ続いて参りましょう上原上原じゃねえよ上村蓮美ね上村蓮美でー サーモンをねなんか切る芸入ってましたね。で生魚なのであまり触らないようにするといいねすごく触りながらやっていく企画でね可愛かったですね。ままあ、ごとみたいでエプロンも可愛かったです。なあ,あこういうのはねもうそわそわもせずにもう映像に残ってるんでそわそわもせずに見てましたけど。 成長も来年になっちゃうともうこの感じ出ないんだろうなぁなんて思いながら見てましたそういうところは可愛いかったですねえじゃあ続いていきましょう西村かりんねえ日ハムファンですということでね堀瑞希選手大谷翔平選手の大ファンねえんか前回ですか前々回ですか、えー、とサウスポーからのねスリークォーター気味の投球フォームとあと左でもしっかり後ろに重心が残ったスイング見せてましたけど それどういうことかというと双子のお兄ちゃんと一緒に7年間野球をやっていたそうですねその過去の自分の、まあ、1年ぐらい前までやってたというんで過去の自分の実績を表現していくという,こう,いうような感じでもちろんこれはハローは野球枠しかも日ハムというふうにするとねもうマリアと谷本がたっぷり先輩でいますから、まあ、そこに九州合併、まあ、あの2人が九州2人で組んではいないけど。 吸収していくっていうのもいいんじゃないのかなんて <laughs> ねなんかその共通点で後輩から行かないとダメだろうけどねそんなことを思ってなんかいいですねプレーは多分西村かりんが一番うまそうな感じはもう見て取れてますまあそんな感じですねまあそして野球といえばもちろん今の春の中でたけちゃんですよこのままコーナーで これでつなげたのかどうかわかんないですけど夏将軍アンジュルムの夏将軍の映像を映りながら竹内あかり登場という感じでございましたさあじゃあ竹内あかりここで少し深掘りというところをしながら、えー、とこのハロドリの中でどうだったかってとこ行っていきましょうかでエッグ時代という懐かしい言い方でハロプロ研修生時代を竹ちゃんが自分で喋っていくんですねで10歳の竹ちゃん映像が出たり、えー、怒られて泣いた思い出を話すというようなコーナーでございました でカリンと福ちゃんと好きな先輩のシーンとかも出て研修生はととににかくく元気に大きく踊れというようよなアドバイスをしておりますさあさあさあでたけちゃん自体が研修生時代の時にどんなイメージだったかっていうところなんですけど僕この時のねたけちゃんってそんなしっかりは追ってないんですよでもっ、えー、とで演劇かなカリンとクドゥーとたけでやったあれちょっと調べてよかった 名前忘れちゃっったんでですけど <laughs> 後で概要欄入っときまっ、えー、とそれを見直してそれもなんでこれ見,、えー、見るきっかけになったかっていうと僕、えー、学年ほぼほぼ一緒なミトラアクタさんっていう方あのマノエリナちゃんの「恋するハローキティ」とか一緒に出てるような方なんですけどその方がこの「たけちゃんの事実上たけちゃんカリン・クルー」の事実上の舞台デビュー作一緒に出てらしたんですよ。 でそこのエピソード話なんていろいろ聞いてたんで、まあ、楽しい思い出も膨ら,め膨らむ感じ後追いで膨らむ感じということになるきっかけだったですね。うん、でこのたけちゃん自体の演劇踊り歌というところこれ簡単に説明するとたけちゃんの演技ってそ,そんなになイメージみんなわかないと思うんですけど。 言われたことそのままやれる感じで特に多分アドリブってないと思うんですよねでもアドリブ風に見せるる上手さがある近々キンキンであのご紹介しますと「メガネの男の子をアンジュルムがやったバージョン」なんていうところの「ファイト」ですよねあの「ファイト」も毎回アドリブ風に見えるんだけどあれ寸分たがわず間としてですかあの同じポイントで入ってきてるんで。 彼女そういうところはもう精密機械みたいなすごいとこありますよ。でダンスよくダンスのところでダンス面なんていうところで竹上がりにくいとこあると思うんですけどどうしてかというと竹内は全部できてしまうのとそれを前に出してないような雰囲気あるから、まあ、そういうところって何かかりんとも似てる気がするんですけどね実はあの才能にあふれているんだけどどれか一つというのを突出しないがゆえにオールマイティなゆえにどれがというのを言えなくなってしまうという、まあ、定食屋みたいな感じですよ。 定食屋の十分もとんかつ一筋みたいなところの店には勝てねえ風になってるとだけど全然定食屋の活動もそれいけるよねみたいな雰囲気のダンスということですよ分 <laughs> かりづらいかな俺が、ね、で歌もいや音程もしっかりしてるしパワーもあるし弾くこともできるし足すこともできる人なんですけど 僕彼女の声質である種いろんなバリエーションの歌詞というのが届きにくくなっているようなところってあるような気がするんですよね。かといって音楽のルールから外れてるわけではないからこれはまあ僕の感情性との相性かもしれないんですけどなんかそういうところを竹には感じますね。もうちょっと気持ちを入れたり自分の何て言うか経験とかっていうところを研ぎ澄ましていくと特にバースデーイベントとかではそういうような本人の選んだ選曲の中ではそういうシーンいくつか見てるんで。 まあ、アンジでではななぜかあんまり見ないですけどねで。研修生時代とかは、まあ、ちっちゃくて可愛かった分竹ちゃん自身が可愛かった分なんか表現できてる曲によっては表現できてるっていうのはあったような気がしてて大きくこの円を描く中の今竹ちゃんがどの辺にいるのかなっていうところを改めて見てみると2020年型というのは面白くなるんじゃないかななんてのをこの春どりの中でも思いましたそんな感じでございましたじゃちょっと竹ちゃんのコーナー深掘りみたいな感じでしたね じゃあ続いて、えっ、ー、と、現役研修生メンバーのコーナー続けます。平山由紀ちゃん、これヤクルトを飲むことみたいなね、集めるというかなんというかでしたねで。免疫力と肌荒れを防ぐと。で、なぜヤクルトかというと、お母さんがヤクルトレディということでございました。ねヤクルトレディいましたね。 私も幼少の頃からずっといてこのまま平山由紀ちゃんでもヤクルトファンっていったらなんかか,かたにとにかくね彼女ねと黒いフリルのフリル気味かなのノースリーブも似合ってたし女の子的に可愛いんですよだからこの女の子的に可愛いゾーンがまあ何回か前の時に昔の久住小春 ね、YouTube 始めてらっしゃいますねくす楠見浩さんね、3でいきましょうで牧野マ,マリアですよね現役でいうとそういう雰囲気持ってるんで彼女はもう僕好きなことをさせるゾーンに行くと思うんですよなのでこれヤクルトとタイアップして神宮球場で国家斉唱まで行くしかないのかな始球式でもいいですけどなんかそんなような、えー、と手を手を使うっていうのは変ですけど。 そのようなことを特技にしていくっていうので僕はいいのかなっていうのは浮かびましたね、野球まで好きだったら最高だけどねその辺はうまくいくかどうかは分かりませんじゃあ続いていきましょうひろもとるりちゃんで、表情を豊かに表現していこうという気持ちは前面に出ていて伝わってきますねこれはもう福ちゃんもね、ハロードリーの初期の時に表情とかをねもう絶賛していたというところ本人も気持ち良くなってるのがそこを意識しているのか 続いて出て出るんでね頑張っっててるなって感じですよねで帽子コレクション表現しててでワンピースと麦わら帽子をお気に入りなんて言ってかぶってるって感じでスタンダードのそこも女の子感が出ていて良かったですよ。なんか夏の女の子感っていうのをちゃんと先取りして表現してるっていうところはさすがだなと研究してるしこういうふうに出せばいいんだなってのをなんか分かってやってるのかなって思いました。 ね、じゃあそんな感じで続けましょう江、えー、キサキちゃん、えー、とコスメ集めねね大人っぽく見えました、ね、角度なのかなもう間違えた言い方しなければいいけどお姉さんとかが兄弟にいればお姉さんの表情とか顔が思い浮かぶしお母さんもお母さんの感じが思い浮かぶというかああいう女性って年齢重ねてもあの雰囲気あるよなっていうのは思いました。 だかからなんか大人っっぽく見えたってことですよねとにかくね。<laughs> で10年後はもちろん想像できるんですけど今の感じの可愛さっていうのも必ずこの後で振り返った時に可愛い感じで残ると思うんで今のちょっとコスメとかいうのは背伸びの年齢だと思いますけどそれを一生懸命頑張って紹介してる感じが可愛かったです。ねそんな感じですね。じゃあ続いていきましょう。北原ももちゃん靴下集め この北原桃ちゃんは毎回個性的ですね。で小五でおしゃれに興味を持って、えー、って言って紹介するこれ早いか遅いか全然わかんないですけど小五で興味を持ったということですね。で桃靴下ね桃がついてるあしらってるねなんかここの横のところにアーノルド・パーマーとかなってるところに桃がアーノルド・パーマーが今ジャストの例えかわかりませんけど、ね、アディ・ダスでもいいんですけど。 まあそういうところに、えー、と桃があしらわれていて、でコレクションも170足ぐらいということで、であとそれをさらに手を加えていて、靴下をマスクにしていたり、ポーチとかペットボトルカバーも靴下で作ってましたね。もういろいろこの筒状のものは応用できるでしょう。他にも多分いっぱい作ってらっしゃるんでしょう。ね。で当然それがフェチフォーメンに行ってるんじゃなくて、可愛いそこが可愛いということですね。 何かを仕掛けていこうっていう気持ちは、うん、北原ももちゃんは腹踊りではずっと伝わってる感じてますねそんな感じですねじゃあついていきましょう西崎みくちゃんえっ、ー、とシャクレルプラネットというねこれ大小の人形があるらしいんですよ僕初めて知りましたでそれをねあを強調した動物のおもちゃというふうに説明してましてで顎の言い方が可愛かったですね、まあ ダンニもそうなんでですすけど、彼女の服装良かったですよあの。僕もあんな柄のタンカースみたいのあったら欲しいなっていうふ、うん、そういうふうなお姉さんっぽい感じでした、うん、で家族みんなでそのシャクレルプラネットで盛り上がってるっていうところ彼女多分発言総合するとよ,よほどというか相当家族と仲いいでしょうねお父さんだったらああいう娘いたら可愛くてしょうがないんだろうなっていうのは全然もうこの回に限らず伝わってきております いい家族でいい思い出をどんどん重ねておきながら今頑張りたいものにも時間を使ってほしいそんなこと思ってしまうねそんな感じです西崎ぬちゃんいいですねそう思いましたじゃあ続いていきましょう橋田ほのかちゃん、えー、品川区にある、えー、蛇窪神社で古酒院集めというこういうような感じで 僕全然知らないのでこの辺のことがあのちゃんと説明できず申し訳ないんですけど行ったた先ででま集めててるものをあの画像で上げてましたこの世界というのはおそらくそこにはまっていく要はあのカルト的レア的ないるじゃないですか。でこんなの,あのカルトじゃいけねえんだよって言うかもしれないですけど単純にクラスに今一クラス35人なんですか40人なんですかそれぐらいいて一人ぐらいいますよね。 で3人4人はいないはずなんですよこういう趣味の方って僕の経験だとそうですでその人が行く先というのはいろいろ大体いい分かってるんですけどやっぱりカルト方面に一回行って全然それを高校生ぐらいだったら出さなくなるみたいな、ね、そういう片りが見えるのが可愛いということが言いたかったです <laughs>、ね、<laughs> まあでももう2020年ですから僕はこのまま行っていいと思いますねそれがもう卑下されるんじゃなくて特技としてもう出してしまってるわけですから。 特技として突き詰めた方がライバルが少ない。そんな次元の話なんじゃないかなと思いました。<laughs> 続いていきましょう。さあ、ここから掘り出しコーナー。今日は掘り出しちゃって、掘り、えー、と、うん、深掘りコーナー。二人目、えっ、ー、と、ビタンさんが流れます。ジュースジュースですね。ジュースジュース、ビタンさんが流れ、松永理愛に入ります。ね。小六の頃、大阪から東京の新幹線で母と離れるのが悲しくて泣いていたというようなエピソードを告白。 えー、エピソード9話が続きます実力診断テストは2018年に先生にエネルギー不足を指摘されで2019年は悔しかったのでエネルギーと自分らしさを出したで体質のギラギラ感を出すため映像を見て勉強して人からに毎日行ってたとこういう努力エピソードですよね、まあ、知られざるというところが最初のところで、まあ、人から毎日行ってたみたいなのは なんとなくつながるところあるのかなっていうような雰囲気だと思います。ね、で歌は歌はいくつか流れてましたね。まあ、3年連続実力診断のところだったと思うんですけど2017年の「ソングス2018年の「ファーストキスアー a のファーストキスですね。で2019年の「ガタメキラ e 全て改めて安定してる。で 速度を半分にして半年聞き込んでいたというエピソードを実はこの2019年のベストパフォーマンス賞を取ったガタメキラですよねこの時の話エピソードとして本人話してて僕なるほどなと思ったところがあったんで松永リアヤフゾーに関してはここをちょっと深掘りして説明していくというコーナーをーこの時間に設けたいと思いますどういうことかというと おそらく2017年、18年、全然あのこのハロドリ見ればわかると思うんですけど、悪い過小じゃないんですよ。だけど、本人の中での,その指摘された部分、エネルギー不足というところですよね。ここを考えるために、本人は半分、まあ、倍ですか、あの倍速っていうのは半分なんですか、2倍じゃなくて、あの2分の1にするっていうことなんですけど、それで6ヶ月間、ガタメキラを聞き込んだらしいんですよ。でこれは僕なん か前の何かの何動画でで言ってるんんだと思うんですけどちょっと忘れちゃったんで今整理して改めてお話しすると要はね半年で受験勉強をやるような少し自分の偏差値が例えばあ55ぐらいだとしたら623ぐらいの学校行こうみたいな場合の考え方65ぐらいでも行けるかもしれないですね半年だったらそういうような考え方に近いと思うんですよ。要は傾向と対策 実力診断とかって体質の曲とかって結構評価高いイメージがあるんですよねでそこに対して「ガタミキラ」なんていうのを、まあ、松浦彩ちゃんが最初のツアーでもカバーしてたりするんですけどそんなようなソロで歌った時に歌唱力の必要な子が先輩がですよね歌った曲それを一本に絞って半年間で仕上げてくるというようなやり方ですよ。 これは他の子たちとリードするには十分な選択だったと思うしあの一発勝負一曲勝負負だったらやるべき正解論ですよ、ね、まあこれ改めて動画撮りますけどもねジュース・ジュース・ソロというかソロのハローの番組なんていうのがねできるということですからそういったところでアピールをしていきたいんだったらこのまだ時間あるでしょうからね「えー、松永利愛」。 の選んだ道なんていうのは十分ヒントになななななるんんんじゃいいかてててて思ってハロドリーなんていうのを見ておりましたねそんな感じですかねじゃあこんな感じで松永ア愛の深掘りというところはまた機会を改めてこの歌唱なんていうのはしていきたいななんて思いますじゃあ続いてまいりましょうハロプロ研修生発表会の映像なんていうのが流れておりました去年のでしょうね絶対アイドル宣言ねライブ映像出てましたでここで少し思ったのは シオンのアップが少ないのよなんかだろうねあのライブ映像って去年ぐらいまではそんなにマークしてこの子前出ししようってなってなかったのかなっていうところが去年映像をこのハロドで様々見る時には思います、まあ、特にアップになってるのは中山夏目とかまああと平山由紀ちゃんもいいところは拾ってもらってたなと思いますね。でまあ、ユリアはいつもあの っってててももららええるるととこいうようよな雰囲気ですなのでそういったところがちょっと僕の印象というところでは今「ナガシオンのいろんなものを見るには「ハロドリがね、うん、唯一の頼り」みたいなところがありますんでちょっと見てみたいななんて思いました。うん、あと平山由紀ちゃんは歌ねあのどんどんこの年齢とともに伸びていくでしょうから体の動きなんていうところもどんどん体が 大人の女性に今でも十分大人の女性の雰囲気あるんですけどもう少し固まってきた時の面白さなんていうのはあ楽しみだななんてことを改めて思うような感じでしたね。さあじゃあそんな感じで今回のハロドリーまとめてみました。えー、と次回のハロドリーはあー「ステイホーム期間のコミュニケーション」ということでね,ねこの、うん、いわゆる現役メンバーからは笠原桃奈 乃が登場とということで、まあ、どんなようなエピソードが飛び出すのかというようなのも楽しんでいければっていうことでしょうかではまあ平日月曜日も始まっておりますが皆さん国尾、えー、チャンネルこんな感じでもよろしければまあねさまざまな画像ハロドリの過去のももし10回目ですからちょっと気になったら見ていって11回に備えるなんてのしてみてくれたら国尾チャンネルの過去画像でもねありがたいなと思いますので。 お付き合いくださいということでございますではまたお会いしましょう良い一週間を過ごしましょう